から決闘が始まればそなたは吉岡一門の当主としてやつが宮本武蔵の命日となろう。清十郎殿、そして伝七郎殿の仇を討ち、必ずや奴を仕留めるのだ。吉岡門弟百人、他流派三百の総動員、これだけ揃えばいくら武蔵といえども、これで吉岡も終わりか。宮本武蔵、戦場も知らねえガキが何の用だ。許さん。
なぜ我ら吉岡一門の戦いに貴様の忠義大義は何だ。忠義大義そんなもん知らねえよ。ただやりてえだけだろ。下がるな。侍だろ。ならば俺は蹴る。通りに来いよ。一体俺の名は